ぜひ昼かチャットレディやりませんか。言っちゃった。大型ビジョンに映る？何？大型ビジョンに映れんの？マジで？映るよ全然そんな。今何位？今1位？今その PV1 位？アンダー1000とかだった、多分アンダー1000とかの枠だと思うんだけど。今1位？今 PV1 位？ 2 位？どんなぐらい？ 1 位と2位の間ぐらい？ 3 位？に、あざす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 、もう1位？ 2 位？ 1 位？ 5 倍、5倍来てるよ、5倍。あざす。なんなのこれ、5倍って。こんなん初めて見たんだけど、5倍って何？ なんで匿名で投げるの？匿名じゃなくていいよ、別に。うん、あ、なんかあざす。なんでみんな匿名なの？いつもこんなアイテム投げに行くとき、もう最近ね、名前出して投げに行ってんだけど。うん。クージンさんありがとうございます。ヒヨクありがとうございます。なんとかありがとうございます。とか言われて。うん。フエスンクありがとうございます。とか言われて、多分言われてると思うけど、投げに行っても投げたらすぐ次の枠行っちゃうから。有料アイテムなの？どれが有料アイテム？これ？マジで？すごくない？有料なの？これ。なんでそんな持ってんの？君たちこういうこと、こういう無駄遣いをしたらダメだよ。なんかのポイントが余ってたらそれで買って、それを投げてくれてるって感じで、それを天岐阜に還元してみんなに配る。1400ポイントあるんだけど、アンケート取ったら100円を14人にか、1400円を1人にか、もっと貯めろか、好きなもの買っていいよってアンケート取ったら、好きなもの買っていいって言われたんだけど、好きなもの買っていい？今とりあえず1400だったら、とりあえず前から言ってたノートパソコン用のカメラと、ブルマはちょっと足りないから、スクール水着が安いから、スクール水着が買えるわ。スクール水着とカメラ買っていい？でまたポイント貯まったら今度はブルマ買おうかなと思って、うん、あ、っていうかこの有料アイテムでポイント増えるからこれで買ったらええんちゃん。これでブルマ買ったらええんちゃん。これでカメラとブルマ買ったらええんちゃん。カメラは自宅用のノートパソコン配信用のカメラで、でブルマはどうしようかな。スクール水着配信はしないわ。デリヘルのお店にコスチュームとして置いとこうかなと思って、うん、そんなん来たってはみ出てバンなるだろう。スクール水着とかどうせチャッチチャッチ安いスクール水着だから普通の体型の人が来たらなんかもうビリビリみたいな。メリットデリヘル読んだらコスチュームついてくるよ。オプション2000円だけど、800円とか400円で買ったブルマとかスクール水着を1回持たせていくだけで2000円もらえるから、2000円のうち、まあ、1000円は女の子に取られるから店は1000円だけど、うん、昔なピンクチラシの時代はそんなんでもよう出て儲かったのにな。ほんまにもう今あかんなマジで。もうコスチュームがその辺で買えてしまうから、デリヘル呼ぶやつ自分で持ってて、クリキテとか言ってタダで着せやがんのよね。どうしようかな。有名人になってまうやん。まあまあ、もうそもそも大手 YouTuber だからもう有名なんだけどね、うん、有名なんだけど、そもそもが有名なんだけど、ふわっちとかそんななんかわけのわからんサイトやってる人が僕のこと知らないだけでね、僕 YouTuber だから、うん、YouTuber だからもう、まあ、そもそもが有名人なんだけど、なんで止まってんの？今1位ぐらい？今2位ぐらい？今何位？もうアイテム飛ばないの？あざっす！あざっす！マイクあざっす！頑張ってくださいって言っても、僕別に配信者が頑張るとかっておかしくないですか？
89位、マジで89位、え、8位、9位じゃなくて89位、8位か9位だろ、うん、8位か9位だったらまあ仕方ないな、うん、はあ、ちなみに原油がね、あのすんごいマイナスになってます。ドル円はちびちび利確できたんだけど、原油がね今ね9000円ぐらいマイナスなんだけど、もうこれあの1万円超えたらもうあの損切りしたろうかな、もうで、またあの1万円からポジリ出そうかな、うん、もう原油8000、9000マイナスなんだけど、30バレルしかポジってないのにね、 54.152 と 53.022 のロング30バレルずつね、それだけで含み損が今ね8600円なんだけど、もう何やってもうまくいかないわ人生。あのフリーザとか、あと誰、あの なんだったっけ、ミカボとか、あとなんだったっけ、塾長、うん、そういうやつ呼んできて、うん、日本投げや敷金礼金でございます、ありがとうございます、2倍ありがとうございます、5倍ありがとうございます、2個で5倍ってどういうことかよくわかんないけどありがとうございます。もうこれで1位、今1位ぐらい、今1位だろう多分、2位か1位か、見えないんだけど右下の何位とか、うん、敷金礼金別にあのもうマンション借りてるから別にいいのに、うん、まあ空いてるから好きに使ってマジで、うん、もうみんなにあの、え、これで PV 出る、マジですごいの、え、すごいの、これで PV 出れる、もう今1位、あ、メガハザス、もう今2位ぐらい、4位、今8位か、8位だな、うん、まああれでしょ、もうこの後すぐ1、ああ間に合ってたやん、もう間に合わへんかな、もう今からやったら間に合わへんな、わあマジか、来店ポイント間に合ってたやんけ、なんでまっすぐ帰ってきてもたんだろう、もう寄ればよかった来店ポイント、しじみの味噌汁の来店ポイントもう間に合わないわ、もう4分とか絶対無理だわ、マジか、うわ今気ぃついたわ、間に合ってたんだ、もう間に合わないと思ってまっすぐ帰ってきちゃったんだけど、今時計見たらまだ41分でまだ4分あったから、もう間に合わないって、だから今から行ったとこで間に合わないでしょ、どう考えたって間に合わないだろ、4分で行けないだろ、別にいいわしじみの味噌汁なんか、ああ。今6位ぐらい、うん、もうあの PV 出るの、 PV 何したらいいの、どうしたらいいんですか、僕は、え、 お茶何したいねんや、お茶東京行くんか、撮影は東京行くんか、大阪でも道頓堀でも撮影してくれんのか、東京行かなあかんのか、東京行くんか、東京行くんやったらもうあの夜行バスで行こうかな、車で行ったらしんどいやろ、うん、車で行くとしんどいと思うねんけど、うん、車で行ったら事故ってまうわ、眠たなって、酒も飲めないし、うん、バス夜行バスで行こうか、諦めたらそこで終わり、もう諦めたらもう全て人生諦めとんねんもう、うん、交通費で出るわけないだろ、交通費なんか、どうせ交通費とかってあれだ、ふわっちで貯めた自分のポイントで行けってことなんでしょ、クソふわっちは、徒歩でなんか行かないわ、1週間前で予約したら夜行バスだったら3000円ぐらいで行けるから、東京から大阪から東京まで、うん、帰りには7000円ぐらいかかるかもだけど、行きは3000円とかで行けるから、うん、大阪から東京とかめっちゃ安いから、夜行バス、わけのわからん時間帯の夜行バス予約取ったらめちゃめちゃ安いからな、言うとけど、うん、めちゃあのでもあのバスってもうあのリクライニングシートも倒されへんし、隣にデブとかあのクソガキとが座ったら物事腹立つんだけど、うん、あいだす、何かニコマタいだす、はい、ピーチで行くと逆に高くつくんだけど、あの東京はあの絶対夜行バスの方が安いよ、うん、沖縄行くんだったらピーチだけど、うん、
あ、東京とかね、電車とか、飛行機で行ったら、アホみたいな金かかるからな。飛行機で行ったら、空港からまた、都心出てくるのに金かかるだろう。うん、夜行バスだったら、八重洲口、東京駅八重洲口とか、あと渋谷とか、あと上野とか、新宿バスタとかね、選べるから、いくらでも。うん、で、3000円とかで行けるから。下手したら2500円とかで行けるからな。びっくりする値段だぞ、これ。ただ、空いてるシート座らされるから、ね、座席指定とかもないし、もう隣に、むっさい、絶対お姉ちゃんの横に座らせてくれへんからね、この間もクソガキが座って、もうクソガキがね、寝ながらね、こっちにね、もたれてかかってくるんだよ、クソガキ。もうね、夜行バスなんだからさ、ちゃんとせよ、みたいなね。そんなクソガキとか横になったら、もう最悪なんだけど、あとデブね。すんごいデブ。うん。こっち圧迫されるぐらいのデブ。うん、もうただでさえも狭いのに、なんで夜行バスで金ない、貧乏なやつが集まるからか知らんけど、もうろくなやついないんだけど、いつも。で、前に座ったやつ必ず無言でシート倒してくるし、ガーン倒してくるし、ガーンと当たって、足痛いないか、お前って。まあ、ぶん殴りたいわ、もう。九州はピーチの方が安い。九州はね、ただね、ピーチない時があるからね、例えばよ、大阪から、鹿児島行こうと思ったら、鹿児島のピーチ便ってね、もう朝か晩かどっちかしかなくて、もうめちゃ朝早いか、めちゃ夜遅いかどっちかしかないから、ね、普通に ANA で行くとめちゃめちゃタコつくし、うん、それ考えたらね、夜行バス安いよ、夜行バス。うん、マイク2本入りです。もうこれで2位とかじゃない？うん、ももちゃんはだから今沖縄にいるってばさ、鹿児島にいないから。今もう7位やん、俺。もう7位、これもう PV 確定だろ、俺。PV 出るんだろ？うん。撮影どこですんの？東京？新宿？うん。ナンバーでしてくれんの？大阪来んの？うん。どこで撮影すんの？これ。うん。こんなに飛んでんのに閲覧増えないんだけど。今7位でしょ？ 7 位なのに、ね、誰も来ないんだけど。ちょっと他のやつも無料のやつでいいから、投げに来てよ、ちょっと。題名変えなあかんな、うん。アイテム回収枠を言うて、うん。アイテム回収しまくって、ね、PV 出るわ。うん、PV 出るわ。PV 出て、ね、ふわっちのやつらギャフンと言わしてあげるわ。はい、ありがとうございます。おしまいになった？うん、これ何ちびちび投げた方が、なんか効き目、それともいっぺんに投げた方がいいの？よくわからんねんけど。あなたお金ないお金ないなんか、なんでこんなもん買うの？はい、ありがとうございます。もうどんどんね、無料のアイテムいらない人ね、どんどん置いててくださいね。ありがとうございます。もう、ね、いくらでも置いててください。いくらでも回収するよ。おじさん、PV 出るからね。今7位だろ。PV 出るから、みんな集めてきて。無料のアイテムでもね、何でもいいから、もう集めてきて、持ってきて、もう、いろんなアカウントから投げて、ね。PV 取りに行くわ。うん、間違えた。あ、そうなの？いや、まあ、いや、全然いいんだけど、うん、全然いいんだけど、全然いいんだけど、わざわざ買うのがすごいよね。僕、まあ、買ったことあるし、投げたこともあるけど、あの子、誰だったかな。ね、ニコちゃん。ツイキャスかなんかにいたニコちゃん。めっちゃ可愛い子ね。うん。に、大花火とか、招き猫とか、あとぴょんるちゃんとかね。あの辺の可愛いところとか、あともう最近ふわち辞めたっていうか、来てないけど、名古屋のでかいお姉ちゃん、なんていう名前だったかな。名古屋のでかい姉ちゃん、名前が出てこないわ。すぐうんこちんこまんこ、うんこちんこまんこ言うお姉ちゃん。めっちゃ可愛らしい顔なのに、32歳ぐらいでね、すぐ下ネタ、うんこちんこまんこ、うんこちんこまんこ言いながら、酒飲んで、ふふふって言ってるだけのね、すごい平和な枠やってた。名前が出てこないわ。あれ、なんていう名前だったかな。あのお姉ちゃん、なんていう名前だったっけ。ああ、最近全然配信してないんだけど、なんかモデルをやってたらしいな。もともとモデルやってたらしいんだけど、背が170ぐらいあって、うん、南辰巳代表って狭いな、うん。なんていう名前だったかな。名前が出てこないわ。あのお姉ちゃん、なんていう名前だったっけ。あれ、出てこない。
出てこないんだけど、でか、12時になったらまた開いても、あ、12時になったらまた開けるか、ほなら。うん、12時になったらまた飯食べながら、枠開けるわ。なんていう名前だったっけ、あのでかいお姉ちゃん。身長170ぐらいの。うん、すぐうんこちんこまんこ、うんこちんこまんこ言うて、何、焼酎かなんかハイボール飲みながら、そんな枠してたよ、お姉ちゃん。別にエロさとかないんだけど、たまにあいつや、コスプレとかしてね。うん、今日鍋かどうかわかんないんだけど。うん、名前がわかんないな。なんていう子だったかな。なんていう子だったかな。名古屋の子なんだけど、名古屋じゃないな。愛知県だけど、名古屋ではないらしいんだけど、なんていう子だったかな。名前が出てこないな。いや、パソコンの中のデータ見たらわかるんだけど、名前が出てこないわ。そんなコーラーとかにはね、花火投げたことあんのよ。あーざっす、ね、あとね、その辺のお姉ちゃんにもね、花火とかね、バースデーケーキとか投げて、でも今となったら後悔しか残ってないわ。もう二度と課金アイテムなんか買わないんだからと思ったね。その時、ありがとうございますって言ったらそれで終わりやからね。ほら、ナンバーのあの楽園のお姉ちゃんね。あれも名前忘れた。あれもももちゃん。あれもももちゃんやったな、そういえば。ももちゃんいっぱいおんな。看護婦かなんかのね、うつぶねにじめられるんです、もう死にたいって言っててスロット言ってたお姉ちゃん。あれももちゃんね。ナンバーのももちゃん。あの子にも、まあ、ね、きねことかねえけど、肉ってね、肉でね、肉でって言われたけど、3000円ぐらいするやつ投げたのに、ね、肉でって言われたけど終わったんだけど、ありがとうの一言もなかったんだけど。まあ、でもあんなコーラね、枠開けて、そんな小銭もらったところで全然喜ばないよ。もっと貢いでもらってるから心配しなくて、何十万って貢いでもらってるから、あんなコーラね。まあ、パパに金いっぱい貢いでもらってるから、ね、アイテムとかそんなに言われてしょぼってしか思わないから、なんで私が苦労してまでこんなしょぼいアイテムもらわなあかんのよぐらいしか思ってないから、あの子らね、そんな子らにね課金アイテムなんか投げたところで、ね、なんかもうすごいなんか損した気分、だから無料のアイテムでいいので、無料のアイテムでいいから、どんどん置いててくださいね。なんか今日やけに人多くないか、無料の持ってたら置いててくださいね。無料の会社辞めたい共感しますかね、そうでしょ、そんなね、こんなね、ふわっちとかってね、すごい何ボロ儲けでね、こんな普通のなんか課金アイテムとかね、おかしいでしょ、何十万も投げる人だって。あんなの真似しなくていいんだから、別に、ああいう人はああいう人でね、ああいうですね、ああいう人はね、ああいう人でね、いっぱい金あるんだったらね、僕に直接現金で振り込んでください。ね。僕の YouTube チャンネルのコメント欄にあちこちにね、振り込み先書いてあるから、視聴料の。視聴料いつ入るんだ、いつ振り込まれるんだろう、視聴料。視聴料振り込まれた試しがないんだけど、僕の YouTube チャンネルの視聴料は振り込まれた試しがないんだけど、いつ入るの？N 国党のね、ぬっこわ数の人の真似してね、この番組は皆様からの視聴料でできていますってね、振り込めこの野郎って書いてあるのにね、全然誰も振り込まないんだけど、あ、サブアカからありがとうございます。あ、全然お金視聴料振り込まれないんだけど、どういうこと？そうか、これ閲覧水増しか。あ、本アカとサブアカとサブサブアカでふわっちで3万ポイントから換金可能ってやばいっすね。あれっすよ。稼げる人はごく一部でね、僕ふわっち2年以上やってますけど、2年以上やって貯めたポイントが3万ポイントですよ。2年以上やって3万ポイントよ。もうそれまでにね、延長チケット買うたりね、天岐阜にしてみんなにプレゼントしてね、もうなくなったわ。1円ももらってないわ、ふわっちから、自分では。東尋坊行くとき、片道の高速代とガソリン代を出します。マジで？出してくれんの？でも、その前にね、今、僕、PV 7位でしょ？だから、PV 撮影に行かなあかんから、多分、これ、東京行かなあかんの？これ、新宿かどっか行くの？これ。ね。夜行バスだったら3000円ぐらいで行けると思うから、赤字ですか？
赤字かどうかって言われたら別にふわっちのために何かをしてるわけじゃないから赤字ではないけど、企画で例えば馬券100万買って負けたりしてるから、それ考えたらもう超絶大赤字かな。超絶大赤字ですね。100万円一回あの馬券負けてるしね、あとあちゃこちゃ海外旅行行ってみたりとかしてんのにね、あの誰もアイテムくれないから、まるまる大損なんだけど、毎回大損なんだけど。え、7位、あ、7位なの今、うん、7位か、うん、まあなもう PV 撮影はあれやな、決定やな、うん、レクサスでは行かないです。もうそんな遠いとこまで車で運転したらねしんどいから、もう行き帰りあの夜行バスで缶チューハイ飲みながら行くわ。なんかの時に夜行バス配信しなかったっけ。あ、君たちまだいなかったのかもしれない。初期の頃にあの仕事で東京とか横浜行く時に安くあげるためにあのよくあのあれで行ってたんです。夜行バス行ってたんだけど、夜行バス配信とかしたら無言でね、あのコメントも読み上げも切ったまんまでね、真っ暗で誰も見てなかったわ。そんなんばっかりやってるから閲覧がねどんどん誰も来なくなるのよ。乗るとこ見たら、あ、そうでしょ、そう、難波から乗ったり、あと梅田から乗ったり、いろいろしてたでしょ。うん。そう、もう2年ぐらい前なんだけどね。もう2年以上前よね。うん。すごいな、その頃ってまだ仕事あったんやな。うん、そう、東京と横浜ね、行って、うん、夜行バスで。うん、あの、中央大学のあの、卒業式は嫁と行ったから、時は、あの、新幹線で行ったけど。あ、バカです。いや、もうゴミアイテムどこなんて、そんな、もうありがとうございます。僕もね、パフェ1個と、バーガー3つと、風船がね、20個ぐらいあるんだけど、あの、自分で自分に投げれないから、配信してる人とかね、いたら、置きに行きますよ。うん、投げる先もないし。うん、それか、ちょっとあれ、大手のね、ツバニャンとか、ツバニャンのとこにアイテム投げに行こうかな。でも、パフェとかバーガーとかじゃ相手されないでしょ。火薬に投げようかな、うん、火薬に投げたらまた火薬が高人さんパフェありがとうって、うん、ね、うん、中大卒業とはかっこええやないか、うん、まあまあ一応ね学位は持ってますけどね、中大の、うん、法学部の、うん、そう、うん、まあ誰でも入れるんだけどね、卒業できるのが 3% ぐらい中央大学の一部はまあまあ試験入試が当然あるでしょ。二部もまあ入試があって、だけどね、通教誰でも入れるけどね、卒業率が 3% ぐらい。みんな途中で断念するから。というか僕も断念してて、ほったらかしだったんだけど、そういえば卒論通ってたよなと思って、単位充足したら、もう一回卒論出してって言われて、卒論無理くり適当に作ったら、それ通っちゃって、それで卒業できたんだけど。めっちゃいい加減な卒論、3日ぐらい、資料集めから、論文作成まで全部で3日ぐらいで作った卒論が通っちゃったんだけど。うん、あ、3個ありがとうございます。あら、35個。何すごい、35個って何これ。何35個。すごいな。35個って何？何これ、380個。ちょっと待って、これやばくない？これやばくない？俺もうPV2 位じゃない？ PV2 位じゃない？ねえ、35個って何？なんでそんな持ってんの？何 35？ これ何？ちょっと見えないんだけど。バーガーじゃない？バーガーでも35個すごくない？何？いいねが370って、どうやって集めたのこれ。風船の380もすごいけど、これ何？買ったの？買ったやつとかやめてよ、マジで。まあ、もったいないから。買ったアイテムはね、閲覧の多いとこ行って、名前呼ばれるために使わないと損よ、マジで。ひよこで集めたやつ、ありがとうございます。ね、もう大体僕もそうだから。ひよことかなんかイベントの時に、ね、無料で投げたら、勝手に集まってくるアイテムが、パフェが1個と、バーガーが3つと、風船が20、21個ぐらいあるんだけど、誰かいりませんか、うん、トレードしませんか、トレード、うんね。こんだけポイント入ったらもう PV1 位じゃない俺。今 PV1 位？ 2 位？ 3 位？ 7 位？ 7 位？わいは頭おかしいんや、うん、すごいよね。お金出して買ってんのそれ、マジで。マジ買ってんのそれ。まあまあ僕も買ったことあるんだけど、お姉ちゃんに投げるもんじゃないの、アイテムって。おっさんに投げても何のメリットもないよ、マジで。
あ、まあまあね、ここはね、リスナーみんな頭おかしいからね。うん、僕のこの枠がね、いつもいつもこの仮想具合を見て、いつもホッとするのはね、あ、みんなから気違い認定されてないんだな、普通の人扱いなんだなっていうのですごくホッとする。気違い認定されたら、閲覧がうわー伸びて、なんか、とか言ってるけどね、まあほら、僕普通の人だからね、あ、普通の人だから仮装ってんだな、つって、もうすごいホッとします。普通で結構です。ただ、こじきだけはします。もらえるもんはもらえます。天岐阜も全然待ってますよ。もういいね。いっぱい。いっぱい、天岐阜も待ってるしね。あれですよ、視聴料の振り込みもね、口座いっぱい開設し待ってます。みずほ、三井住友、りそな、UFJ、ゆうちょ、ジャパンネット、あとどこがあったかな、楽天、もうどこでも口座あり、あ、ゆうちょ銀行もあるし、あ、精神科行く、精神科、そうそう、精神科行かなあかんかった、忘れてた、そうや、精神科行かなあかんわ、整形女のとこにも、とこに、と、え、精神、整形女のとこも似たようなもんやけど、どういうこと？一番まったり、まったりなのかな、これ。キチワンコンテストがあったら1位。いや、もうキチワンコンテストとかがあったらね、もう僕は絶対もうランキング外ですね。ランキング外っていうか、まあまあ、ナイス外ですね。まあ仕方ないよね。それは YouTuber1 可愛いから、ね。もちろん YouTuber1 可愛いから、ふわっちの中でも一番可愛いんだけど、ね、配信会の中で一番可愛いから、ね。とってもキュートでプリティでしょ、裕次郎か、古いな。どういうこと、裕次郎。裕次郎どういうこと、小林朝日。何それ、どういうこと、まあまあ、でもね、YouTuber 一ね、プリティだから、キュートだからね。仕方ないよね。スロットって。え、小林朝日じゃないの、なんて読むのこれ、え、なんて読むの、ちょっと終わっちゃうんだけど、これなんて読むの、小林朝日って書いてない、え、これで小林亜生、違うよね。え、なんて読むの、ちょっとコメント止めないで、え、教える気にもなら、なんでよ、教えなさいよ、ねえ、わかんないよ、だ、朝日じゃないの、え、なんて読むのこれ、え、他に読み方ある、読み方わかんないんだけど、え、どういうこと、なんて読むの、みんな呆れてコメ止まった、なんでコメ止まんのよ、な、呆れたってどういうこと、ねえ、他の配信者がなんか漢字読めなかったりとか、立花隆さんも漢字を間違って、訴訟の章っていう字をよう書かんで、そそそそって書いてるけど。訴え、訴えって書いてる。訴訟の章は右側が公務員の公務なのに、ね、そそそそ、訴訟になってないよ、と思いながら。じゃあまあ次はね、12時回ったぐらいに、ご飯、あ、小林明ね。あ、なるほどね。あ、そうか、小林明か。汗惜しかったやん。小林汗惜しかったやん。クイズヒントでピント惜しかったやん。ね、次また12時までに貯めといてくださいね。無料アイテムね。無料アイテム。